将棋将棋の戦法、奇襲戦法44歩、パックマン44歩。パックマンは将棋の戦法の一つ。後手が用いる奇襲戦法であり、先手の初手76歩に対して44歩とする戦法を言う。この負は無条件に取れるように見えるが、取ってしまうと非常に激しい戦いに突入し、双方とも油断すると一気に敗戦に陥る局面となる。 将棋の入門書に時々紹介される。変化が豊富であり、手順中に気づきにくい講師もあるため、研究していない相手には、奇襲が成功する降参が大きい。先手としては、長髪に乗らずに46歩、または26歩とすれば、普通の駒組みが予想されるが、プロの意見では44度を角ととって、先手が有利である。第一追加下、44度を角とすれば、 4-2-5三角成までは必然である。ここで単に4-7ひなりとするのは、6 3馬7 2 3 6馬で局面を収めてしまえば、不属で先手が指しやすくなる。そこで4-7ひなりに変えて3-4歩が狙いの一手である。ここは先手の手が広いところであるが、以下4 2馬同銀と生産してから8-8銀と守る変化と、単に8-8銀とする変化を見る。 プロの実戦としては、上述の定型の駒組ではないが一筋の端歩を、付き合った上で3二銀も入った形が現れており、2020年に山崎孝之が規制戦予選で、久保利明、NHK 杯本戦で、西川和弘相手に採用し、どちらも勝利を収めている。なお、規制戦予選では、4四歩は取られなかったため、4四歩が取られて、力戦となった例は、 NHK 杯の一戦のみである。対談、瀬川正二六段、今泉健二四段、B 級戦法はこんなに楽しい初集で、瀬川正二は、後手四四歩には二秒で取る年、今泉健二も取るとしているが、ただの歩をつくからには何か研究があるはずと警戒し、プロは慎重なので、取らない人も多いとしている。第二図からは、九五角が後手の勝負手となる。 この大手に対し、六八金や四八玉は、飛車の横利きがなくなって、八八角成と銀を取られる。七七銀と上がるのも、七七同角右正同桂同角成六八、金九九馬となっては、後手小生である。よって、九五角には七七一と打つのが、最強の受けである。これに対し、すぐに七七同角右正同銀と、生産するのでは大したことがないので、 三三桂と力を貯める。ここで九六歩と、最速するのは、七七角成同銀四五桂四八銀、七七角成同桂八九飛七八角九、九飛成と進み、後手優勢となる。よって、第四図では六八玉と体勢を整えておくべきで、これなら、先手もさせる。前傾の瀬川今泉の対談では、 4、4歩に同四二飛五三角、4、2、5、3角、なり、3、4歩。4、2は同銀、8、8、銀、9、5角、7、7、飛の、進展は二歩独で先手よしの定石と見ているが、アマチュアは、飛車が好きなので、先手二歩独でも後手パックマン側も6、2玉から、美野に囲い、将棋クラブなど、ネット将棋でも2700点くらいの人であれば、勝負に勝っているとし、時間の短い山大会では、 面白い戦法となりうると見られている。戻って、単に八八銀と上がった第六図からの変化を見る。後手は四七ひなりとなり込む。ここでの先手の手も広いが、七七銀では五七龍五八飛五六歩と、食いつかれる。六三馬では七二銀三六馬五八歩、同金三木三六龍同歩八八角なりと、進んで、後手調整。よって、四七ひなりに対しては、 馬を安定させる7個馬が有力な手である。後手の継続手段としては、馬を浮かせるための74歩があり、65馬の両取りで困るように見えるが、58歩同金右に4の竜21馬88、角なり43 K と進んで、形成不明。以下、1例として6二玉31なり52金、左48非同竜同金99馬が、考えられる。カタカナでの、 パックマンという表現は、宝ー、バンダイナムコエンターテインメントなどから商標を登録されているので、2016年8月7日に放送した将棋フォーカスでは四四歩パックリと紹介されたことがある。将棋世界2007年6月号、イメージと読みの将棋館、ピアニッシモも84から85。五、羽生シハ佐藤康光、森内俊之、谷川孝治、 渡辺明、藤井岳氏の6騎士の意見は、44同格ととって、先手が有利ということで一致した。6騎士の先手勝率のイメージは、60%から80%までと、幅がある。プロの公式戦では76歩44歩の出だしは1、0もない。ありがとうございます。